これ。これはリンタン、リンタンだ。違う、パパ。いや、これパパだ。ボリータス TV。 皆さんこんにちは、コナンちゃんです。皆さんこんにちは、リンタンです。さあ、カノンもリンタンも春休みが終わると、カノンちゃんは2年生、リンタロウくんは年中さん。早いね。ということで、今日はカノンとリンタンが、学校や幼稚園で1年間作ってきた作品の紹介をしたいと思います。あー、持って帰ってきたでしょ、学校から。うん、いっぱい作った作った。リンタンも。それをね、今日は紹介したいと思います。私はね、図工でいっぱい作ってたよ。カノンちゃん図工大好きだからね。じゃあまずはカノンちゃんから、はい、うん、作品バッグを持ってきてください。はい。おお、このバッグの絵もこれカノンちゃん描いたの？うん、これも作品だって。これ？イエーイ。こっちとカノンちゃん。それがカノンなの？これ誰？カノンちゃん。こっちの女の子は誰？これ？これはママ。超早速作品紹介していくよ。お願いします。みんな楽しみにしててね。行こうね、じゃじゃん。お。おー、すごいすごい。これは何の絵ですか？カレーの絵です。あ、そっちが主役なんだ。カレーが主役の絵なんだ。じゃあ次いくよ。はい、お願いします。これです。じゃじゃん。おっ、綺麗だね、カラフルで。うん、この画面は、くるくるぐるーりー。くるくるぐるーりー。うん、全部ほんと。みんなはどれが鮮やかで綺麗だと思った？どれだろう、どれだろうね。私はレッドなんだよ。リンちゃん、青綺麗だね。次はじゃじゃん、メダル。そうです、ペンダントです。ペンダントなんだ。触り心地で分かって、粘土でできてる。粘土でできてる。これは人魚のペンダントっていう名前つけたんだよ。もう人魚さん向けなんだこれね。実はね、リンちゃん用にも作ってる。そう、だってここ青に、青でカノンもつけられる。リンちゃんとカノンも二人でつけられるようにしたんだ。次は、じゃじゃん、自動車図鑑。自動車図鑑作ったんだ。じゃあ中どんなの、ちょっと紹介して。お、かっこいい。あ、それカノンちゃん描いたんじゃないんだよ、それ。色を塗ったんだね。すごい上手だと思ったよ。お仕事する車の説明を描いたんだね。これがカノン描いた。え、でも上手じゃない？それあれでしょ？それあの、高速道路とかをパトロールしてるやつだよね。道路パトロール。自分の字が読めません、かのちゃん。次は、これです。おー、これまたカラフルな。これ何ですか？これは、お花が咲いたって感じ。結構前のだから、そこ全然読めない。あ、そっか、字もだいぶ上手になったね。次は2つあるよ。2つ？これもこれです。あれ？同じです。え？そうです、写したのかな。これを、これと写しました。あ、次で最後。最後じゃじゃん。お？これは月体だっていう種の種の図鑑じゃん。種の観察日記。観察日記です。次、リンちゃんも紹介する。いいね、いいね。ネックレスはカノンと交換したよ。できた。思い出って全部復活してきちゃうよ。お願いします。これは傘。うん、これは、うん、字だね、これ。これやったカノン、カノンちゃって感じ。カノンちゃん、なんだっけ。はい、お願いします。わほっ、お化け、お化け。次はウサギ。ウサギとピンポン。ピンポン。これ、これ上手です。うん、丸描いてもらう先生が、まあ、ピンポンって。次は、お、これは何描いてない。ウンチク。嘘でしょ。ジンスター。ウンチク。次は、お、これこれはリンタン、リンタンだ。次はパパ。え、これパパ。ありがとう、リンタン。はい、これマユ先生。これは先生だね。先生か。次が、これ、マユのやつ。これは
これ何？タコでしょ、これ。これは運動会だ。運動会ね。はいはいはい。あ、ここで水シャーって、やったね、前あー、りんちゃん頑張ったよね。一等賞になった感じだったよね。これ取れ、これ花子先生、お母さんって書いてあるよ。これ何じゃ、これ。これなんだろうね。うん、ここにはリンタロウって書いてある。すごいいっぱい書いてるね、リンタロウ。何？これ色使ったんだ。これは何ですか？色作ったやつで。これは？これは？これ何？おうちと。これはリンタ。これは。なおこ先生って書いてあるよ。リンタ自分の描いた絵誰だかわかんなくなってる。次じゃじゃん。これはなんか自分から。これは歯だ。すごい。顔上手だね、リンタ。それ。これはブドウ。おお。リンコセン。何これ？すごい。折って長くなってんだ。こうなってます。そっか。広げられないけど。広げられないけど。はい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 。結構リンさん上手。上手だった。じゃあ最後はじゃじゃん。お？これ何ですか？あ、リンテル個人がいい。確か。これ何？いちご。以上が、りんたろうくんとかのんちゃんの1年間の作品集でした。